こんにちは、藤田です。今回は音声コンテンツを見込み客集めに使うという話をしていきたいと思います。音声コンテンツが今後来るっていう話があるんですね。で、音声コンテンツって聞きますと、まあ、動画が今主流になった現在ではですね、ちょっと今更感を感じますよね。で、まあ、音声コンテンツとしては日本ではですね、あんまり使われてないんですけど、かなり前からポッドキャストがあります。アメリカでは結構使われてるらしいんですけど、利用されてるらしいんですけど、でまた、ネットラジオのラジコとかですね、書籍朗読サービスのオーディブルなんかもありますよね。ただこれから来るって言われてるですね、音声コンテンツっていうのはですね、 YouTube 動画と同じように個々によってですね、発信できるメディアとしてのコンテンツのようです。はい、今回の動画でお伝えする内容です。なぜ今更音声コンテンツなのか。音声コンテンツの YouTube 的存在、盛り上がるきっかけになったスタンド FM、 見込み客の集客に使う方法、こういった順番でお伝えしていきます。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことをご存じない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒くらいでお伝えしますので見てください。藤田博士と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後、15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンラインサービス、オンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、なぜ今更音声コンテンツなのかということで、改めてなぜこれから音声コンテンツなのかですけど、これからですね、来る音声コンテンツというのは、言うなればですね、個々に発信するラジオと考えることができます。個々に発信するテレビが YouTube と考えると、それがラジオがですね、個々に発信する、ラジオも個々に発信するっていう時代っていう感じですね。ただこれまでですね、ネット上のコンテンツの成長過程を考えるとですね、まず文章であるですね、まあ、テキスト情報であるブログ、そして音楽を含めたポッドキャストなどの音声、そして動画っていう流れでしたよね。つまりコンピューターの性能とインターネット回線の速度の成長に合わせて変化してきたって感じなんですよね。で、この先はですね、もっと性能が上がって高速になってですね、VR コンテンツが来るっていう流れだと思うんですね。こういう進化の流れにもかかわらずですね、今というか今後はですね、音声コンテンツが熱いという人がいるわけなんですね。当然ですね、なぜ今更音声に戻るのかって不思議に感じると思うんですけど、それなりの理由があるみたいなんですよね。まず一つ目の要因がですね、AirPods をはじめとするですね、ワイヤレスイヤホンの普及ですね。ケーブルがあるですね、イヤホンと違ってですね、ワイヤレスイヤホンはですね、邪魔にならないので、取り外すことなくですね、耳に入れっぱなしにしている人が多いようですね。私もですね、AirPods 使ってますけど、まあ、ノイズキャンセリングの性能もですね、秀逸でですね、非常に快適に使ってます。次にですね、スマートスピーカーですね、これ、もうすでに出てますけど、これがですね、さらに高性能化してですね、普及するっていうふうな話ですよね。で、そこでですね、個人的には Google スピーカーでも Amazon Echo でもですね、ポッドキャストがですね、聞けるようになったんですが、それがですね、大きいような気がしています。さらにですね、今後はですね、自動車にもですね、ネットに常時接続されたスマートスピーカーが搭載されたりですね、あるいは、自動運転ですね、の普及も考えられますよね。そういう意味で、音声コンテンツが利用されるということですね。加えてですね、配信されるコンテンツが今すでにある音声コンテンツとはですね、少し毛色が変わるんだと思うんですよね。これまでの、今までのですね、音声コンテンツっていうのはですね、音楽はもちろんですし、ラジオ系ですよね、ニュース系のですね、放送というか音声コンテンツが多かったんだと思うんですよね。まあ、いずれもですね、ながらコンテンツですね。何かしながらですね、聞くコンテンツですね。で、そこに、ながらで、聞ける教育コンテンツがですね、入ってくるんだと思うんですね。教育系のコンテンツはですね、YouTube 動画でも当初はですね、見向きもされなかったんですけど、今ではですね、もう一つのジャンルとしてですね、確立されて、普通に見られるようになってますよね。今後はですね、音声コンテンツでも教育系コンテンツが流行るんじゃないかと考えられているわけです。で、もう一つですね、音声コンテンツがですね、成長の可能性がある理由として言われているのがですね、日本市場の伸びしろですね。さっきも言いましたけど、
米国ではですね、音声コンテンツの利用経験者が結構多くてですね、ネット利用者の 50% ぐらいがですね、使ってるそうなんですよ。ところが、日本の場合はですね、20% に過ぎないんですよね。ですから、まだ日本の場合はですね、成長の可能性があると見られているということです。はい、音声コンテンツの YouTube 的存在ということで、では、音声コンテンツを配信しようとした場合はですね、動画でいうところの YouTube のようなですね、プラットフォーム的存在はあるのでしょうかということなんですけど、つまり絶対的な存在ですね、あるいは近い将来絶対的な存在になるようなプラットフォームがあるのかということなんですけど、結論としてはありません。でしばらく多分登場することもないと思います。現在ある音声コンテンツ配信プラットフォームとしてはですね、ボイシーさん、スタンド FM さん、ヒマラヤさんなどがありますけど、まあ、いずれも絶対的な存在ではありません。ただですね、ポッドキャストというですね、システムがあります。ポッドキャストと聞くとですね、Apple の iTunes をですね、想像するんで、Apple 社のプラットフォームと思われてますけど、実は違います。ポッドキャストというのはですね、あくまでも音声コンテンツを配信するための仕組みの名称なんですよね。と偉そうに言ってますけど、私も最近知りました。まあ、Apple のもんだと思ってたんですね。あくまで仕組みだっていうことなんですよね。ポッドキャストのですね、名称がそもそも iPod とですね、ブロードキャストの組み合わせから来てるんで、まあ余計ややこしいっていう話もあるんですけど、まあいずれにしても仕組みです。ところで、ポッドキャストの仕組みを使って音声コンテンツを配信するためにはですね、かつてはですね、かなり高いハードルがですね、あったんですね。具体的には自前でサーバーを借りて、ウェブサイトを立ち上げて、そこにですね、音声ファイルをアップして、その上でまあいろいろ API の設定とかをですね、する必要があるんですね、あったんですね。私もですね、以前お仕事としてですね、このセットアップ作業をお受けしたことがあるんですけど、結構大変だったことを覚えてます。つまり、一般の方にはですね、もう到底無理な作業だったわけですね。ところが今はですね、その配信のための環境が劇的に改善されて、一般の人にもですね、手軽にしかも無料で音声コンテンツを配信できる仕組みが登場してるんですよね。具体的にはですね、アンカーとかですね、ヒマラヤなんかをですね、利用すればいいんですけど、詳しくはですね、後でお伝えします。はい、盛り上がりのきっかけとなったスタンド FM ということで、実はですね、随分前からポッドキャストっていうシステムがあったのにですね、急に音声コンテンツが騒がれ始めた理由はですね、スタンド FM さんというですね、企業の存在があります。スタンド FM さんはですね、音声配信プラットフォームを提供している会社なんですけど、まあ言うなればですね、音声版の YouTube みたいな存在なんですよね。加えてですね、日本の企業です。で、その企業さんがですね、2020年の8月に5億円の資金調達をされたんですよね。で、そのタイミングで STP というですね、配信者の収益支援プログラムっていうのを発表されたんですよ。このことがきっかけになってるみたいなんです。まあ、この STP はですね、ざっくり説明すると、YouTuber がですね、広告とかメンバーシップで稼いでるのに近い仕組みです。つまりですね、音声コンテンツの配信者が SPP によって収益を得られるですね、仕組みが提供されたっていうことなんですね。まあ、ただですね、まだサービスは立ち上がったばかりでですね、まだまだ稼げるっていう状況にはないんですけど、まあ、ちなみにですね、スタンド FM さんは、ポッドキャストはですね、ポッドキャストとは別のシステムなんで、互換性はありません。スタンド FM さんのですね、特徴は、スマホのアプリを使ってですね、スマホだけで音声配信ができることがですね、今の時代にマッチしてるみたいな感じですね。また、アプリがですね、非常におしゃれでですね、評判が高いです。で、配信方法としてはですね、ライブと収録の2種類が使えます。で、特筆すべき特徴としてはですね、限定配信用の URL っていうのが使えるんですね。つまり、一般にですね、公開するんではなくですね、一部の URL を知っている人だけに音声を届けることができます。ですからこれを使えばですね、例えばノートなんかのですね、有料コンテンツにこの URL を貼り付けて音声コンテンツを提供したりですね、あるいはですね、ビジネス用の LINE なんかで音声コンテンツをですね、URL で送ったりすることができるということですね。まあ、ただですね、ポッドキャストでも限定にできないっていうだけで URL を使ってですね、同じようなことはできます。
はい、見込み客の集客に使う方法ということで、ところで音声コンテンツを見込み客の集客に使えるならですね、使わない手はないと思います。見込み客の集客のためにはですね、誘導用の URL ですね、これをどっかに貼り付ける必要があるんですけど、ポッドキャストの場合はですね、説明文に貼り付けが可能です。他のですね、プラットフォームですね、ボイシーさん、ヒマラヤさん、スタンド FM さんなんかのプラットフォームでもですね、多分何らかの方法でできると思います。音声コンテンツの中で説明文にリンクがあることをですね、伝えれば一定のアクセスをですね、呼び込むことはですね、可能だと思います。現時点で音声コンテンツを使ってですね、見込み客を集客するためのおすすめとしてはですね、ポッドキャストを使う方法がいいと思います。そして具体的にはですね、アンカーというですね、サービスを使って配信するのがいいと思います。アンカーを使うと、同時に9チャンネルにですね、自動でポッドキャスト配信してくれます。で、この9つの中にはですね、Apple Podcast、いわゆる iPhone とかにあるやつですね、Google Podcast、そして Spotify さんですね、が含まれます。ですから、この3つでですね、とりあえず十分なような気がします。聞くところによるとですね、この Spotify さんへの配信がですね、非常に有効みたいで、他のですね、ポッドキャストチャンネルに比べると、多く聞いてもらえるという話があります。他の方法としてはですね、ヒマラヤを使ってマルチに配信する方法もあるようですが、まあ、現在はですね、アンカーを使っている人の方が多いようです。ですからネットで検索してもですね、そういった方法が見つかりやすいです。アンカーでの方法が見つかりやすいです。それとですね、ちょっと技術的に難しい話なんですけど、RS フィードっていうのが生成されますんで、アンカーさんにアップしてもですね、それを使えばですね、他のポッドキャストチャンネルにも登録が可能です。具体的にはですね、Amazon プライムミュージックなんかにもですね、登録が可能になります。またですね、話題のスタンド FM さんの場合は、別の作業としてですね、音声をアップする必要があります。ただですね、同じ音声コンテンツが使えるわけですから、まあ、一手間増えますけど、ついでにアップしてもいいと思います。実際の集客効果の程度はですね、別にしてですね、音声コンテンツの方がですね、動画コンテンツよりもですね、作るののハードルが低いのはですね、事実です。またですね、動画コンテンツをですね、すでに作っている方はですね、その音声だけをですね、利用するっていう手もあります。事実アンカーではですね、YouTube にアップするために使っている動画ファイルをですね、そのまま使ってアップすれば、音声だけをですね、抜き出してアップしてくれるんですね。ですから、アンカーはですね、無料ですから、YouTube をやってる人はですね、やらない手がないような気もします。はい、副業への一言っていうことで、まあ、私のポリシーというかですね、ネット集客のセオリーとも言えるんですけど、見込み客集めに使える手段はですね、すべて使うべきというのがあります。もちろんですね、極端に大きな手間がかかる場合は話は別なんですけど、多少の手間でですね、できる場合は前向きに検討するべきだと思います。特にワンソースマルチユースできるような場合は躊躇する理由はありません。そういう意味ではですね、音声コンテンツはですね、十分に手を出していい方法だと言えます。集客手段はですね、一つの手段に依存しているのはですね、非常に危険ですから、リスクヘッジとしてもですね、手段をですね、増やす意味でも有効だと思います。はい、今回は以上です。今回の内容、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめや、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。